OSO18 名のヒグマが北海道標茶町で乳牛を襲い、その被害に遭った。ある日の朝、農家の主人が自分の牧場を視察していると、そこには腹を開かせたヒグマ OSO18 がいた。彼の乳牛が一匹襲われ、遺憾ながらその場で息絶えてしまった。しかし OSO18 はただのヒグマではなかった。彼はその乳牛から得られるミルクに特別な興味を持っていた。 OSO18 は毎日牧場に忍び込み、乳牛から直接ミルクを飲んでいた。そのため主人は乳牛の乳量が少なくなってしまったことに驚き、 OSO18 がその原因であることに気づいた。主人は乳量を回復するために良な乳牛の餌を試したが成功しなかった。だが主人が諦めかけていた、その時 OSO18 がやってきて、手に持っていた餌の袋を引っかき乳牛にあげた。その餌は主人が試したことのない蜂蜜入りのものだった。 OSO18 が餌をあげると乳牛はたちまち元気を取り戻し、乳量も大幅に増えた。主人は驚き、 OSO18 に感謝の意を表した。そしてその日以降、 OSO18 は毎日主人と乳牛に餌をあげに来るようになり、3人1匹の奇妙な友情が芽生えた。しかしある日、 OSO18 がいつものように牧場にやってこなかった。主人は心配になり OSO18 を探しに行った。そして森の中で OSO18 を見つけた。彼は一生懸命蜂蜜を集めていたが、なぜか蜂に囲まれ逃げ出すことができずにいた。主人は一瞬固まったが、すぐに蜂を追い払い OSO18 を救った。その時彼がなぜ蜂蜜を集めていたのか理解した。それは乳牛にあげる蜂蜜入りの餌を作るためだったのだ。その後 OSO18 はもう一度牧場に来て、蜂蜜入りの餌を乳牛にあげ、乳量を増やす手助けをした。主人は OSO18 の行動に感動し、笑顔で彼に感謝した。それ以来ヒグマ OSO18 は標茶町のヒーローとなり、主人と乳牛と共に平和な日を過ごしていた。だがある日、標茶町の人が主人の牧場に集まり、ヒグマが乳牛を襲って死なせたと非難した。主人は OSO18 をかばうため、彼はただのヒグマではない、彼はミルクマンだと叫んだ。その発言に町の人は一瞬固まり、その後大爆笑。標茶町ではそれ以降 OSO18 はミルクマンの愛称で親しまれ、その面白さと温かさで町を明るくした。その後 OSO18 の物語は全国的に知られるようになり、標茶町はミルクマンの故郷として名高くなったのである。だからこそ何が起きても諦めずに挑戦し続けること、そして予想外のところから友情や助けが来ることを、この物語は私たちに教えてくれる。そして誰もが一度は笑ったこの物語の結末は、 OSO18 ことミルクマンの存在がただのヒグマから町のヒーローになったことである。